ニコライ・ニコライ・エビチのボシリ・ツェフ伯爵は、帝政ロシアの政治家、貴族、裕福な貴族の死政治として生まれる。1783年から1796年まで、軍務に就く。この間、1794年に起きたコシチュシコの反乱では、鎮圧に加わっている。1796年に退役し、ロンドンに座住した。 パーベル・ストロガノフ伯爵とは隕石関係にあり、この関係も背景にあって、ロシア皇帝アレクサンドル一世の治世当初、皇帝の若き友人の一人として、改革を期とし皇帝の非公式な諮問機関である秘密委員会に参加した。1803年、ロシア科学アカデミー総裁に就任する。その後、司法大臣や法制委員会議長を歴任し、 アレクサンドル一世の外遊にも随行した。1805年には自由文学愛好科学、芸術協会名誉会員に選出されている。1804年から1815年にかけて外交官として西欧列強と渡り歩き、この間、ワルシャワ大公国、後にロシア帝国の一部となったポーランド立憲王国総督としてアレクサンドル一世の弟で、 ポーランド複王のコンスタンチン・パブロビチ大公を補佐し、ロシア化政策を断行し、ポーランド独立運動を抑圧した。1832年には国家評議会議長、大臣委員会議長歴任。秘密警察であるオフラーナの組織化を指導した。1835年白尺に助釈される。ありがとうございます。